昔は品川というところが大変発展いたしました。どういうわけだってえと、伊勢松鳳坂見物に行くのに、みんな品川まで大勢送ってきたもの。これより東海道という防軍がありまして、そこのところでみんな別れたんだそうですね。ごまんない、気をつけろ。ありがとう。水上がるからな。いいよいいよ。大丈夫だよ。あと心配すんない。うん。心配ならな、子供だけだ。子供はいいよ。俺は可愛がってるから、心配すんない。女房が言ってな。女房可愛がってる。そういうようなわけで、あそこ行こう。人と別れて、ずっと入ってきてと、両方にずっと貸し出しがありましてね。それがもう、そこ入ってきてと、ちょいと、様子の人がいや、ちょいとさ、なんて、おー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 って言ってね、袖もつこいなんてんで、それから酒飲んでるうちにだんだん酔いがある、芸者呼んどいとかなんて言って、ザーってんで、3日も休んでると、一文なしになっちゃって、もう向こう行かやめですぐ帰ってきて、そのくらい品川というところは発展いたしましたね。あそこには島崎という貸し出し機があるとか、土蔵下がりにお化け伊勢やらんという有名なところがありますが、何しろこの、ああいうところは宿でございまして、本場はってえと吉原が本場、その代わりに吉原は源氏名ってえのがあって、高袖さんだとか紫さんだとかというような名前なんですが、あっちはそうでない宿ですからね、何さん何さんと呼ぶというね、そういうようなわけで、けれど発展をして吉原と向こうやったりなんかするような異性になってまいりました。ずっとこの店を張っておりますと、その中でも一番神を張ってんのを吉原ではこれ汚職と言いますね。地区に下がるってところを板頭と言います。板頭って呼ぶんですね。これはこの中で一番、神を張ってる、つまりこの中でのナンバーワンですから。英語知ってんなら恐ろしい。この神を張ってたおいらんが、やっぱしお客が少なくなってくるってえと、春には春けれども威勢がなくなってない。白木屋のお染めという姉さんがいたけれども、やっぱしこの客の相手は若いうちだけですね。もうだんだん戸が立ってくるってえと、女というものは額が抜け上がってきて、顔の皮がたるんできて、なんか食べると顔じ動いて、くしゃみをする途端に水っぱなが出る。なんてくるともう色っぽくなくなってまいる。だから自分からもっと下の方の若い子の方がどん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 売れちゃう。でこういうようなおいらんの一番辛いのは何だてえと、紋日と言いますな。紋日というものは金の出るとき、かかるときが紋日。だ紋日前になるってえと、みんなお客にこうしてもらわなきゃならない。移り替えですとかな。そういうものはみんな客がお金出してくる。だ移り替えといっても、着物があるから変えて着りゃいいって、それはできない。やっぱし。その移り替えという白目をしなきゃ。それは自分の座敷へ、芸者太鼓持ちを呼んで、購買もみんな呼んで、そこでもって飲んで騒いで、みんなに祝儀を出して、初めて私は移り替えができました。これはみんなお客様がやってくる。ですから客のところに手紙をどん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 出すんですね。巻き髪も痩せる区外のもんびまい。こんなまあ私は
恥をかくくらいならいっそのこと死んじまった方がいいやけれど、一人で死んだらあの女は移り変えができないんで苦し紛れに死んだって言われるのも尺だ。誰か相手を探して相手と死ぬもん。そうすりゃ心中ということになるから。これから玉鳥を出して連れてく人をいろいろ誰にしよう誰にしよう調べ始めました。この人は親がかりだからね。この人連れてったら親がかわいそう。この人は女房子があるから後が大変だ。気の毒だ。ないもんだね、連れてる人って。中橋から通ってくる本屋の金蔵って男がいる。この人は一人もんだよ。人間が少し変なとこだからね。じゃあ、信じないでこの人に決めよう。決められてやつはいいつだろう。思いの丈を筆に言わせて金蔵のところに手紙が届いたとき、金蔵は惚れた女のとこから手紙が来たからやっと開いてみると、お前さんに相談したいことがあったら今夜来てください。女が相談つきやがってな。ちょっと相談に一つは乗っかってやろうじゃないかなんてなこと言って。やってくるってえと、お染めの方で話しかけないで、下向いちゃ考えていい。面白くねえな、おい。どうして？こいじゃねえか。手紙に何とか言ったんで。金さん相談したいことがあるから来てくると来たんだよ。相談ってのはどういうことすんの知ってるかい？なあ、お互いに向かい合って、口をパクパク動かして、首をこっちやったりあっちやったりして、それが相談ってんだよ。なんだよ、あごをところに入れちゃって下向いて考えてるのに。なんで、相談じゃねえじゃねえか。そりゃあ、私はお前さんと相談しようと思っていたんだよ。お前さんの顔をふっと見た途端に、あ、この人じゃ相談ダメだって私は思った。どうしてダメなんだい？お金がいるんだよ。銭かい？どういうこと言ったらいいの？金さんこういうわけでもって100両とか200両とか300両とかってはっきり言ったらいいじゃないか。40両いるんだよ。40両？そりゃ大変だ。そうと思ったんだね。お金じゃダメだろ。40両なんて知らねえ。私は40両なきゃね、口づけができないんだからね。生きていても時間がないから死にますよ、ね、ただ年が明けたらお前さんと一緒になろうと思ってたのに私が先行ってしまう。情けないと思ってね、今夜お前さんの顔を見納めにね、お前さん呼んだら私の顔をよく見ておいてくれ。それで思い出したらお線香に曲げてくれよ。おめえ何か本当に死のうってのかい？そうだよ。じゃあ俺も死ぬ。死ぬんだよ。死ぬよ。死ぬんだよ。本当に死ねる？死ねるよ。死ねねえと思ってんのか、おめえ。え？今、手付けに目を回すじゃん。目なんて。嬉しいね。そんな人だと思わなかったがね。死んでくれるかい？で今夜ね、今夜行けねえよ。どうしてんの？意図があるもん、おめえ。意図を済ましちゃうのか。いいじゃないか、死んじゃうんだから。そう行かねえんだよ。あそこ行くと出てくることできねえんだから。じゃあいつ？明日の晩だ。来てくるかい？来るよ。本当かい？嬉しいね。この世ではお前さんとは縁が薄いけど、あの世行って、お前さんと夫婦になろうよ。そうだい。あの世がいいや。な。蓮の葉の上で書体を持とうじゃねえか。アマガエルみてえな状態。さあ、どうも。
心臓は今夜でこの女の鏡を収めたと思うから、もう明日いよいよこの人心中ができるんだと思って、お染めの方じゃこの男は明日呼ばなかった日は心中の相手亡くなっちゃうと思うから、お染めの方でもどこにも行かないで金さん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 、もう金蔵独演会あくるし一時帰った金蔵が、もうあの女のためなら俺は命はいらねえんだ、上路会の消したいみたいな人ね道具屋呼んできて、うちのものをバッタに行っちまって、方々いとまごにあり、一番しまいに親分のところに来た。表の方から入りにくいから、裏の方から、こんにちは。こんにちは。こんにちは。誰だよ、カラスがこう取られてる声出してやるの。開けろ。こんにちは。金蔵じゃねえか。金蔵なんですよ。台所ないのが雑巾なんですがね。何言ってやんねえよ。こっちへ上がれよ。どうしたんだい。おいとまごに上がったんですよ。おいとまごに、おい、おいとまごにって言葉いい言葉じゃねえぞ。おい、どっか行くのかい。行くんです。どこ行くんだい。どこ行くんだよ。江戸にいた方がいいぞ。旅なんて行ったってね、しょうがねえぜ。どこ行くんだよ。旅なんですよ。何の旅だよ。ずっと遠い旅。西の方行くんです。そう、いつ頃来るんだよ。盆の13日に帰ってくる。てめえはなんだな。品川のお染めに首ったっけだってが、あの女は名代の手取りだ。え、虫のって言えねえのかい。いや、そんなことやねえ。それ違えねえ。これがよくねえ。おい、この野郎捕まえて、話しちゃダメだぞ。いや、すぐ来ますからって言うんで、急いでそこを飛び出して。方々を回って夜になって来てみるってえと、お染めの方じゃ、待ってた金太郎鏡見えたんだ、安心して。まあ、嬉しいね。よく来てくれたね。私、お前さん来ないんじゃないかと思って、来なかったら私、お前とついてると思ってて、まあ、嬉しいよ。それめだな。俺、すっかりいともしてきちゃった。そう、今夜ね、この世の別れだからさ、あんまり心配なことしたくないよ。ね、少しこう、飲むじゃないかな。なんと、どん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 、飲んだ、食うだけ食って、うんと騒いちゃう。お金あんの？ねえんだよ。なきゃしょうがないじゃん。なくたっていいよ。どうせ参っちゃうんだから。こんにちはねえから、そこまで。うん？じゃあそうしよう。ひどい奴があるもんね。台のものをどんどん通して、金蔵は、これは飲み納めの食い納めだと思うから、食っちゃうのに飲んじゃう。食っちゃうのに飲んじゃう。ここまで詰めして。ああ、なんだよ。しょうがないね。金さん、少しお前さん、寝て待ってておくよってんで、金蔵を寝かしつけておいて、お染めは他のお客のところを回って、時の打つのを待っておりますと、ちょうど大引け過ぎ後のシーンとした時分にお染めは、忍んでまいりまして、襖を開けて、しょいっと金蔵を見ると、金蔵は鼻から提灯出して、くるくる寝て、まあ、この人はよく寝るね。また食べたね、今夜。飲んじゃう食べ、飲んじゃう食べして、死でグーグーであるんだからね、羨ましいね。私はもう死のうと思ったら、もう、物は喉に通りゃしない。よく寝てんだね、金さん。ちょいと金さん、もう食えねえ、お前さん。起きるんだよ。起きる？おめえはよく起こすね。この間だそうだね。金さん、遅い遅いって言うから、あうってんで、俺、表へ飛び出したら、また星が出てて、こっち、出家してくるわけにいかねえから、俺、うちに帰ったがね。ああ、犬に追っかけられて、血でもやったよ。
冗談じゃねえで、本当に。冗談じゃないんだって、お前さん帰るつもり？帰るつもりだったって帰らないとしょうがねえだろ？続きはできねえだろ？お前さん、私と約束したろ？何を約束して？私と死に約束したじゃないか。え？おめえとかい？あ、そうか。忘れちゃったよ。忘れちゃったよ。カミソリにね、日曜今日ね、研ぎ屋さんに勘定を交わしていた。ね。だからお前さんね、これ一応お持ちよ。私はこっちを持つからね。死の風の見るもんって。お前さん、私に喉を切ってから、私はお前さんの喉をそっと切るから。なんだよ。喉はいけ。喉はいけないよ。急所だ、急所だからいいんじゃない。何言ってんだよ。急所を狙うんだよ。えっ、カミソリ、切れるよ、切れるからいいんだよ。今日は医者がそう言ったよ。カミソリで切ったらね、縫うのが大変。縫う、お前が縫われる気なのかよ。冗談言っちゃいけないよ。え、そんなカミソリでね、他のもんで、いや、何木綿針に20本針持ってこい。針を持ってどうすんの？10本と思って言って鼻の下つこう。私は紐焼けじゃないんだよ。しょうがないね、本当に。じゃあ、上の海に飛び込もうよ。海、だ、海だ。風邪ひいてんだ、よしとか言って。何言ってんださ、私、かーってんで、無理に金蔵の手へ取って、雨戸を外してパーッと飛び降りる程度柵やらいになっておりまして、真ん中に木戸があって、こいつ以上が降りている。この木戸を開けなきゃ桟橋に出られませんから、手ぬぐい上、こう上にくたっと手ぬぐいをくるんでおいて、お染がぶる下がるようにしてキャッとやる程度、潮風のために上の金が腐っていたから、プリーッダーンとつくってと、ピャーッと海から吹いてくる風、さあ、お出よ、さあ、キリさん、出るんだよ、うん、出るの。寒い、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 こいつはとても風が乗れへん。早くお出、これお出よ、お出たと、暗くて見えない。大丈夫だよ、桟橋は長いよ。命の実験、掛け合いだな。さあ、早くさ、早く。飛び込んでくれ、誰か来るって言ってないからさ、早く飛び込んでくれよ。待ってくれ、待ってくれ。あ、水漏れちゃん、あるからいいんじゃないか。どうも、金蔵は飛び込みにくいですね。ただ震えて、ブーブー震えて。お染めは、気が気じゃないか。金さん、お前さん下へ下げてくれよって言うと、後ろから金蔵の腰をバーンとついた。モンドリョウって海になって、ついて飛び込んじゃった。またまたまた、また、あ、ちょい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 、ちょいちょい、だだだだだ、話してくれ、話してくれ、話してくれ。冗談、冗談って言ってね、話さないよ。なんだ、なんで、え、お園さん、何をすんだよ。え、俺は様子がおかしいからつけてたんだ。え、飛び込んじゃってどうすんだよ。え、どうして、なんで、いや、いけないんだ、いけないんだ、ちょいと、ご所が話してくれ。私は特に生きて、おい、生きていられねえわけは、俺は知ってるよ。金がねえからだろ。え、金ができればいいんだろ。番長の旦那が、お染めに頼まれたけど遅くなったって、金持ってきたって人間に待ってろ。あら。そうかい？まあ、しょうがないね。一人飛び込んじゃったんだよ。誰だい？え、今夜の金さんさ、あの、何かい、あの、バカ金かい、あんなものいいじゃねえか、飛び込んじゃった。俺が言わなきゃ分からへんの。お前さ、言わないでくれる？言わないよ、うん。俺が口を拭いてれば怒るしねえの。そう？じゃあね、旦那にちょっとスイッチつけて、すぐ後から私行くから。ね、あ、え、もういいの、いいの。あ、すぐ行くってね。うまくしといてくれ。ああ、ちょっとちょっと。
そう、ここでなくね。どうしたんだろうね。ちょいと金さん、もし早かったよ、少し。私、お金ができたんだとさ、できればお前さん、私だってまたいろいろ用があってね、今すぐ死ねないんだよ。お前さん飛び込んじゃったもんだ、しょうがないから我慢しちゃってね。うん。じゃあどうかすいませんが。いろいろお世話になりました。どうも失礼。こら失礼だよ。正面よくも俺を騙しはった。とりあえず金ができたら俺どうすんだ。俺死んだらてめえとっつくら覚えてやれ。父は騙されちゃった。ガシーってんで杭に捕まってグーッと足を伸ばすと、膝が遠浅ですから膝までしか入ってない。なんか汗んだよ、これ。俺、横になって水飲んでたんだよ。驚いた。なんだよ、これ。風邪ひいた。鼻がむずむずした。鼻からドボーゼが出てきた。よいしょ。二階上がって駆け合おうと思ったんだけども、台のものをくったり飲んだりして、勘定は一文も払ってないから、どうにも行くことはできないで、しょうがないから癌に寄せ触って、八山から這い上がった。うちに帰ろうと思ったが、うちはもう所帯閉まっちゃって、うちに帰ることができないから、親分のところに行こうって言って、真夜中にネズミになって、かけて歩くってえと、その頃はってえと、野良犬というのはほぼにいたんです。ああ、その、金蔵の姿見ると、犬がっちゃっとかね。変な野郎が来たよ。え？来た。男がしましょう。うわぁ、おぉ、うわぁ、冗談言っちゃいけない。犬が来たいで、うちを飛び出てきやがった。うわぁ、と追っかけられるから、もう金蔵は、もう夢中になってかけてまいりまして、親分のうちの表から入りゃいい。そいつを裏手からダダ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 ダーンと叩いたんだね。その頃は江戸時代にはそういう親分とかなんとかいうところの若いやつが大勢いるが、ろくなことしてないですな。集まるってえとなんかやってやん。おっ。はあ、はれい、なんてなこと言う。そいつをダダダダダダーンと叩かれる下にワー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 ンと犬が吠えたから、なんだよ、え？なんで鯉の尻尾みたいになってるし。わかんねえのかよ、思ってて、どん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 叩いてんな。え？犬が鳴いてんじゃねえか。これ何をしてんだ、ここで。え？ここでみんなで何をしてんだよ。親孝行してんじゃねえんだよ、これ。本当にうるせえな。ここに持ってと、手が減ったのかもしれねえで。え、そうかい？おい、明かり消しちゃっちゃいけねえんだよ。帰ってバタ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 しないで、そっち行ってないよ。おい、ダメだよ。しょうがねえな。ダメだったさ。俺の銭を持ってくのは誰だ。この場合に人の銭を持ってこうとしよう。静かに。あ、痛い痛い痛い。痛いな、本当に。待つが今開けますから。しょうがねえな。突き飛ばされたんで、どっかをほいらぶっ切ったぜ。
さ、血がこう流れておる。ぐっそり濡れて髪が眉毛ずはっわぁ驚いたのなの。誰か来い、誰か来いか、ここ来ない、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 なんだよなぁ。こんばんは。こんばんは。なんだよお前は。何だよ、ヒーローだ。ほんとかおい。ヒーローか、足があらこれら。なんて姿してへっちゃうんだな。この野郎、返事に行ったんだろう。そうだろう。女を殺してても助かってきたんだろう。女が助かってこっちは心底ないし。今ね、やらな、入んなよ。入るよ、こっち。あと閉めろよ。本当に、こんな騒ぎやりゃ。おい、出てこい。出てこないかよ。みんないなくなっちゃってるじゃん。どこ行っちゃったの？おい、だいたいハリウッドさんケツを出してんな。来たね、ふんどしだね、こいつは。おめえ、どうしてそんなとこ上がったんだい。どうして上がったかわかりません。てめえだな、さっき俺の背中から頭に駆け上がりやがったな。何じゃねえかな、あんたは。今やぞ、ネズミらずに肩突っ込んでたら誰だい、いっちゃんかい。鉄火味噌舐めちゃって、いくよ、残しよう。のどが渇いたら茶をください。入ってほしよ。誰かおめえ、へっつり首を突っ込んでんだ、誰。え、久米さんじゃねえかい。出してやんねよ。あう、足を引っ張っていけ。そしたら金ちゃんが頭だから入ったら出やしないよ。玉川取って上から出してね、上から。また足を引っ張ってや。ヘッジが壊れちゃうよ。そいつの頭壊してみて、ヘッジ壊しちゃダメだよ。しょうがねえな、ほんとに。え、何を、うん。与太郎がちょうどが起こった。しょうがねえな。今上げてやるから待ってな。いや、俺も上がってきちゃった。上がってきちゃった。品川新人だ。